ピント合わせ大丈夫ですか？フィルムの時代じゃないからいいですよね。ありがとうございます。そしてすでになんか掲げていただいています。ありがとうございます。早速私事ではありますがちょっと報告をさせていただきますと、おかげさまで2018年も名古屋ドームで場内アナウンスをやらせていただくことになりました。ドラゴンズアビゲーター長谷川拓です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがたいですね。そんなに拍手をいただけるなんてなんか店内騒然としてますけどね。あんな拍手受けてるんだみたいな感じになってますけど、お世話になってます。ありがとうございます。名古屋ドームで魂込めてもろもろコールさせていただいております。長谷川さんでございます。よろしくお願いします。前の方のお子さんも何残っちゃってたんだけどね。絵のおじさんね、声のおじさん、よろしくお願いしますね。一番それ分かりやすいでしょ、声のおじさん。はい、おじさんじゃない、お兄さん。いやいやいや、もう四十歳になりましたよ本当に。44ですよ、もうね。ちょっと古いですね。さあ、そんな長谷川拓実が進めていきます今日のイベントですけども、皆さんね、もうすでにご存知だと思います、チアドラゴンズ2017のまずドリームスターズパーティーがこの後11時からまもなくですね登場となります。メンバーもすでに発表されているとのことですが、改めてお伝えしておきましょう。夏リーダー、そして5年目のリナ、2年目のミキ、セリナ、1年目シマ、リカ、ハズキと、あとなんかこの3年目のところがミスプリなのかな、これなんて書いてあるんだろう、これ上田紫音、来るらしいです。はい、いや最後の最後までお相手させていただきますよ。ぜひ皆さん一緒に楽しんでいきましょう。そしてその後もですね、イベント盛りだくさんとなっています。ここに書いてあります、この通りです。どうぞ期待ください。あ、キッズエリア、どうぞどうぞ、おいでみて。あら、かわいい、お嬢ちゃん、ゆっくり行くね。いらっしゃいませ。いよいよ、おいでおいで。もう場所はキープしてあるんですか？あ、そうですか、そうですか。さあさあ、そんなステージを進めていく前に、まあ、ドラゴンズのちょっと話題に触れていこうかなと思うんですが、松坂大輔選手の入団が決まりましたね。ね、僕も実はですね、あの入団テストの時名古屋球場行きまして、あの100人のうちの1人が僕だったわけですよ。そうですよ、僕も紛れ込んで行ってきたんですね、名古屋球場で。その名古屋球場ね、盛り上がっていろんなところでメディアで取り上げられた、これも素晴らしいことなんですけども、やっぱりいろんな経済効果を生む方ですね。その100人の報道陣がやっぱりですね、ランチの後のあれテストだったんですよね、14時ぐらいかな。だからこそその100人がこぞって近くのコンビニに行って弁当売り切れたらしいです。はい、そういう経済効果を生むわけですよ。ラーメン龍の売り上げもおそらく上がったはず。いやー、こういうところがね、やっぱね、プロ野球の素晴らしさですよね。球団さんもしっかりしますよね。2月1日すでにグッズが整ったようです。沖縄来られる方どれぐらいいらっしゃいますか？おー、やっぱりたくさんいらっしゃいますね。初日から、あ、全部聞いてるときりないけど、そうなんですね。僕もですね、ある任務で行ってますんで、現地でお会いできたら幸いです。あ、もう来てる、あ、来てますか？チアドラゴンズ来てる。あ、伸ばす伸ばす、あ、準備中、随分早く来たんです。5分、5分した。さあ、というわけでおよそ5分つながせていただきましょう。あと何でしたっけね、あ、そう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 、大島選手率いるチーム8、ね、大島選手出身ですよね、日本生命のですね、大阪のあそこはどこだったっけ、日本生命、まあ、大阪だ、あそこのねグランド室内練習場、ちょっと取材に行ってきたんですけども、皆さんいろんな報道でご覧になりましたかね。1日8時間、すっごいハードなトレーニングやってたんですけども、僕見に行きましたよ、その8時間ちょっと特別に見学させていただきましたよ。追い込んでましたよ。松井裕介選手の、あのコメントが非常に印象的でした。肉体的なことだけを言えば沖縄のキャンプよりきついって。もうそんなトレーニングをね、1月末からしとるわけです。期待が高まる一方ですよね。松井裕介選手ももちろんですけども、遠藤一成選手、そして高橋周平選手、一生懸命練習を取り組んでいました。
どうぞご期待ください。チーム8、今年は必ずやってくれるはずです。そしてお子さんいらっしゃる、キッズエリアありますよ、よかったら、よかったらどうぞ。変な勧誘じゃないですよ、大丈夫ですよ。おいでおいで、この後チアドラゴンズのお姉ちゃん来るからね、よかったら見てってね、よかったら、はい、で、そんなチーム8の、あ、何喋りすぎ、もうもうちょいもうちょい、あ、そう、整ってんでしょ、どうせ整ってはいる、あ、でも帝国スタート、帝国スタート、はい。そんなチーム8、いや大島選手はさすがですね、1億8000万プレイヤーでしょ。近くの、ホテル代は各選手お金払うそうですけども、日本生命のその施設を使うお金って大島選手が全部出したんですよ。すごいですよね。で、さらにそこにいろんな僕を含めたね、報道陣みたいな人が来るじゃないですか。その人たちのランチ代も、いや本当本当、いや僕そういうもんだって知らなかったから、さすがな、そういう配慮ってすごいですよね。大島選手ってそういうこともできるわけです。きっとその当時熊本で荒木選手とね、自主トレやってたじゃないですか。そういう時にいろいろね、伝統みたいなものを培うんでしょうね。報道陣の方にお弁当を大島選手が提供するわけです。ただし朝の9時から夕方の6時まですごいハードなトレーニングをやっています。彼らがお弁当を買いに行く暇はないです。そこで長谷川匠がお弁当を買いに行かせていただきました。大島選手からね、万札何枚かもらってね買い物に行くっていうね、ある方と一緒に行ってきたんですけどね、貴重な体験をさせていただきました。で、さらにさらに言えばですね、その日本生命の施設の中でですね、ある意味共同生活なんですね。自身たちで使われた、トレーニングウェアみたいなものも皆さんで一緒に洗濯してるんです、はい、で、その洗濯に必要な柔軟剤、やっぱり1億8000万プレイヤー違いますよね。柔軟剤にもこだわりがあるそうで、このブランドとこのブランド、水もそうでした、3ケース買いましたけども、柔軟剤と水も僕が購入させていただきました。チーム8が活躍した暁には僕の貢献度も 0.0001% ぐらいあるということを皆さん忘れずに見ていただければ幸いです。さあ、はい、さあ、そんな小話を披露させていただきまして、皆さんのね、テンションがより高まっているのであれば幸いです。帝国まであと間もなくです、先にですね、また各種お願いを先にさせていただきます。